バドミントン好き集まれ、コバミントンラジオ。はい、3月29日火曜日、どうもこんにちは、小林です。本日もコバミントンラジオをお届けしていきたいと思います。はい、ではですね、こちらの放送ではですね、バドミントンの最新情報、明日元気になるお話、人生相談などなど、いろいろなテーマで皆様の生きる力、元気になるラジオというテーマでお話ししていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ってことでですね、本日のテーマは人の悪口は言わない方がいいというね、お話をしていきたいと思います。はい、このお話はですね、松沢さんっていう、方がですね書いた、あの1秒で気が利く人がうまくいくというね、本の内容をもとにですね、お話ししていきたいと思うんですけれども、この方ね、めちゃくちゃすごい方で、もともと ANA の客室乗務員を12年間やられて、500万人のお客様から学んだ気が利く人の習慣っていうところでですね、テレビ、ラジオ、新聞など多数のメディアでも活躍されている方なんですね。で、地球を370周分のフライトをする中で出会った1秒でね、疲れる人々、彼らがしていたのは難しいことではありませんでしたと。誰でもできる38の習慣で人生は180度好転しますというね、本の内容の一部をご紹介しながらですね、お話ししていきたいと思います。僕が聞いてすごく参考になったお話なので、お話ししていきたいと思います。はい、でですね、本日のテーマは、あの人の悪口を言わない方がいいっていうことなんですけど、実はですね、脳っていうのは他人への悪口を自分への悪口として受け止めることがあるみたいなんですよ。ね、あのよく言葉でですね、言葉は身のあやっていうね、言葉があるんですけど、人が喋ったり書いたりする言葉にはその人の品性だったり性格だったり心の中の様子をね、表すという意味がね、この言葉に詰まっているんじゃないかなって思うんですよ。で、だから簡単に言うと、その使う言葉によってその人の品性が磨かれることもあれば、反対にね、卑しくなってしまうこともあるっていうふうにね、思うんですよ。で、脳科学の分野には脳を主語を理解できないっていうね、説があるみたいなんですよ。脳の仕組みとして、自分が口にした全ての言葉を自分のこととして受け入れようとするため、他人に向けた悪口であったとしても自分に向けたね、悪口として捉えてしまうんだそうなんですよ。なんで人の悪口を言えば言うほど自己嫌悪にね、陥ることになっちゃうんですよ。だから〇〇さんがね、悪いとかでね、〇〇さんはね、ひどい人だとかね、非難したりだとか、悪口をね、声に出すことは自分自身を非難しているのとね、同じこととしてね、脳は捉えてしまうんですってね。で、一流の人たちっていうのはもう共通点として人の悪口を絶対に言わないんですって。だから悪口だったりネガティブな言葉は自分の脳にもネガティブなメッセージをね、伝えてしまうんで、本当にね、悪口とか言わない方がいいなって思いますね。で、自分が辛い時にはついついね、僕自身もね、愚痴をこぼしたくなるんですよ。それはね、仕方ないですけどね。だけどそんな時に自分がね、口にする言葉の中に優しさだとか思いやりが込められているか振り返ってね、見たらいいんじゃないかなって思うんですよ。例えばね、嫌なことがあった時とかね、あるじゃないですか、時にはね。でも愚痴をこぼしたくなる時とか、そんな時こそもう愛の言葉をですね、口に出してみる、温かみのある言葉で話しかけてみる、もう本当自分をね、慰めてあげるってことも大切だと思うんですよ。そうすれば相手にね、思いやりが伝わりばかりか、自分の品格も磨かれて前向きな気持ちにね、なれるんじゃないでしょうかっていうね、ことなんですけど、皆さんはね、このお話聞いてどう思いましたかね。僕自身はやっぱこのお話を聞いてですね、本当に人の悪口とかね、そういうこと言っちゃうと、やっぱりこうその人の前で悪口を言っててね、もしかしたらその人と話してない、誰か第三者とね、話してる時にもしかしたら自分の悪口を言われてるかもしれないなと思っちゃうじゃないですか。だから僕がよく聞いた話だと、やっぱりですね、人
人のことを褒める、いない人を褒めてあげるっていうこと、うん、そういうことをしてると自分のね運も良くなるっていうことなんで、ぜひね皆様何か参考になってもらえたらなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ねご紹介したね内容は何か参考になれば幸いです。もしねこの放送がいいなと思った方はまたねぜひコバミントンラジオね次回もお楽しみください。ということで本日はありがとうございました。